第4章。悲しい日は続いた。お七は思い思う日夜に責められて、やや物狂しい悲しみに痩せていった。もう手紙に書いた自分の心持ちに満足するようなことはできなくなった。ある夕方、空風の騒ぐ空を眺めていると、涙は止めどもなくその美しい方に流れてくるのである。喉の下からすっと軽い羽毛ででも撫でられるように、悲しみが体までをくすぐってくる。ふと旧楼の大火事を思い出した。そして楽しい夢のようなある日ある夜の思い出がそそるように柔らかい胸板を貫いて上がってきた。お七は鋭くその耳を引き立てた。風は激しく外を吹き荒れている。火といってもほんの煙が少し立ち騒いだに過ぎなかった。火のあるところではなし、人々不審に思ってかれこれ物色すると、自然にお七の顔に様子が現れた。問いただしてみると、お七はつつまず自分の罪を話した。その頃特にも放火の起きては厳重であった。痩せ馬に書き乗せられたお七の浅ましき姿は市中ところどころの木戸前にさらされた。今日は神田の崩れ橋、または四ツ谷浅草芝日本橋と見る人の評判となった。しかし思い詰めたお七は顔のやつるることもなかった。毎日髪を昔通り美しく上げてつやつやしく見えた。そうしてホトトギスのなく4月末、いよいよ最後と刑が定まった。刑場に引き出されて書くと申し渡されても、さまで取り騒ぐ色は見えなかった。無双の間に死にたいと言って首を差し伸べ、ただ一心に念仏を申している。役人も不憫があって、吹き遅れの桜を一枝手に持たせると、お七はそれを眺めていたが、世の哀れ、春吹く風に名を残し、遅れ桜の今日散りしみは、という時世の歌さえ読んだ。そしてその夕暮れ、見物の群衆に見送られながら、立ち上る白煙の中に命を捨てた。場所は鈴ヶ森、火あぶりの極刑。この時お七は17であった。明くる朝になってみると、もう一年の形はなく、焼け落ちた灰が白く冷えていた。その日のなりであった小袖の郡内島の小切れは、世間の人がそれからそれと拾い求めて世に物語の種となった。それにしても娘の相手、その少年はどうなったろう。最後の時にも姿を見せなかった不思議と、庶人の噂はこうあったが、そう言われる吉三郎はちょうどその頃、お七のことを思い患いに重い病気にかかっていた。話して聞かせたら命のほども危ういと気遣って、ただひしかくしに隠してお首にも聞かせぬようにしていた。今日明日には必ず見舞いにも来るはずになっている。それにつけても気を確かに持って、なぞとそばからはただ励みをつけているばかりであった。どうしたんだろう、まだ来ませんか、と病人は熱の上ごとにもこう言って、お七を待ちわびていた。寺内の人々は蓋なのか身なのか、その日その日の当たり気には吉三郎に隠して気を営んでいた。49日も来た。おやおや、親類の者どもは当たり日の盛り餅など持って寺参りに来た。せめては片身のその少年に会わしてくれとある。寺方でも司祭を語ってそれを慰めると、おやおやもぜひなく吉三郎の身の大事と諦めて帰った。娘が最後に言い残した言葉なぞ言い置いて、力なくとぼとぼと帰っていくのであった。第5章。吉三郎の病気はお七が百花日の頃からようよう枕が上がるようになった。同じくは吉三郎もこの病に死んだら
恨みもあるまいにと人々は噂していたが、思うようにならぬものであった。秋日の薄くさす日、吉三郎は杖にすがって寺内をぶらぶら歩いていると、しらじらした秋風に吹かれて、新しい外場の立っているのに心づいた。見るとそれにお七の独名が書いてあった。はっとして自分の部屋に駆け込み、泣きながら担当に手をかける。寺の人々も大騒ぎしてそれを止めた。どうせ死ぬなら、あなたにはいとまごいする兄様があられるはずだ。私はその人から司祭を言って、あなたを頼まれたもの。今万一のことでもあって、私の迷惑も少しは察していただかなければなりません。寺の僧どもからこう言って意見されてみると、それにも相応の理屈はあって、自ままに自分を始末することもできないわけがあった。と言って、このままに生きながらうるも心苦しい。思い余って苦心を寺の住職へ訴えると、十字は顔の色を変えて驚いた。そなたの兄子は今松前への勤番。この秋過ぎには必ず出府するという便りも来ている。その後ならば知らぬこと、その前に万一のことがあっては、わしがその人へ申し訳がない。と、これもくれぐれの意見であった。日頃の恩義親切を思えば、これも無下には断られない。ただ、ひた流れに流れる涙をすすり上げながら、承知しました。それまでは決してご心配をかけるようなことはいたしません。と、こう言ってお受けするよりほかはなかった。そしてその後は、住職にも油断がない。始終見張りの人を吉三郎へつけておくことにした。部屋へ下がっても吉三郎はただ身もだえして泣いていた。方媒の者どもへ打ち砕く言葉の中にも、昔背いた松前の兄を思い出しては泣き悲しむのであった。その人にすまない。その人が帰らば合わせる顔がない。その人の帰らぬうちに身を消したいと、こうばかり言って泣いている。わしも武士の子、舌を切ったの、首をつったのと、笑われる死に方はしたくない。お慈悲だ、その一刀を貸してください。とこう言って震えている時もあった。聞く人はただその心を泣いて聞いた。そのことがいつとなく、お七の親々が耳へも入った。父親がわざわざ寺まで出向いてきて、そのお心はごもっともですが、臨終の時に娘がくれぐれ言い残した一言も聞いていただきましょう。吉三郎様のお心に偽りがないならば、どうか身を出世に捨てて私の内野と冥福を祈ってください。これが何より私への親切。あの世はきっとお待ち申しますと、固く申し置いて死にました。さまざま言いなだめても、吉三郎は青ざめた頬を震わすばかり、決心を思い鈍る様子はさらに見えなかった。今ではもう舌を噛み切っても自殺を急ぐ様子に見えた。すると母親は何と思ったか、吉三郎の耳に何かしばし囁いていた。他の人々には何の司祭とも様子は知れなかったが、吉三郎の顔色は不思議に動いた。静かにうなずいて、ともかくも、とこう言って死を止まるのであった。その後、松前からその兄という人も帰ってきた。そうしてその人の意見もあって、吉三郎は哀れ前髪を剃り下ろして出家となった。命がありながらも、お七の最後よりは気の毒と見る人々の噂であった。吉三郎の義兄という人もまた松前へ帰って出家になったという。吉三郎の僧は世に美男として名高かった。しかしいずれ伊豆子の寺に堅固の住持となったか、その長い後のことは誰も知らなかった。真山聖歌五人女より八百屋お七読み切り。